いつもおしゃれとうございます、恋愛アドバイザーの津崎亜美です。ということでゲストに来ていただいております。こんにちは、小澤優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、はい、なんで今日ねこれ撮らせてもらってるかっていうと、あの女の子の悩みが分からんっていう相談めっちゃ来るんですよ。まあね、男性分かんないですよ。そうなんですよ、本当に。で、優太さんの YouTube チャンネルって、はい、ほとんど女性からの相談じゃないですか。そうです ね、 ですね、8割がもう女性なの で、 で、ね、はい、で若い女性ですよね。若いですね。若い女性からの相談、はい、あの私の YouTube 見てくださってる男性って、うん、ちょっと年齢層高めの、ゆうたさんの視聴者からするとかなり年齢層高めの30代40代、まあ、50代ぐらいの方がメインで見てくださってるんですけど、やっぱり女性の気持ちわからんみたいな相談があるので、女の子ってどういうことに悩んでんのかっていうのをちょっと教えてもらおうと思って。あー、もうこれはもうめちゃめちゃ大切なことなので、と思います、お知らせいただきます。あの女性のその年齢層が高くなればなるほど悩みっていうのは複雑化していくので、言っちゃえば数学の応用問題みたいになるんですよ。でも応用問題って絶対基礎がしっかりしてないと回答できないので、その基礎になってるのが僕は若い人たちの相談だと思ってるんですよね。だからそこを知っていただくだけで、あ、だからこういうふうに思うんだっていうのがなるので、めちゃくちゃあの強くなると思うんで。おー、いいですね、いいですね。今回はじゃあさらに、はい、その、お悩みどんな悩んでんのかっていうのを 聞かせてもらって、でプラスしてなんて答えたらウケるのかっていうところまで教えていただけたらなと思います。はいはい、一番多かった相談ってどんな感じですか。やっぱもうこれはもうどの年代も絶対に抑えておいてほしい悩みっていうのがあって、うん、女性の生理問題についてはもう皆さんにね絶対に知っておいてほしいなと思うんですよ。はい、まず最初にその生理に対しての対応っていうのを今一度ちょっと確認してほしいなとは思いますね。はい、なるほどね。はい、っていうかもうあの生理の時ってもう絶対こうなっちゃうんで、うんうん、なんでもうほとんど僕が付き合った人とかはもうこういう状態だったんで、でもちろん僕もそんな昔からいい男じゃなかったんで、今はもうめちゃくちゃいい男なんですけど。なるほどね。あ、怒んないでください。怒んないでください。聞きましょう。まあ、聞いてあげましょう。ありがとうございます。視聴者さん優しくてよかったです。本当聞いてください。お願いします。悪いやつじゃないんです。悪いやつじゃん。言い方が。まあ。その本当に浮き沈みがあって、で僕もやっぱ分からなかったんで、はい、もうやれることって言ったら、うん、大丈夫ってこの声をかけることしかできなかったんですよね。まあ、うんうんうん、はい、でもそれって何も意味がなくて、うん、だって大丈夫じゃないっていうのが確かに、ね、当たり前、お前大丈夫なわけないやんみたいな感じなんですよね。で、じゃあどうすればいいんだろうって考えた時に、やっぱこれは生理について理解して、そこで自分が何をできるかっていうのを考えなきゃいけないと思ったので、だから僕がやったことっていうのは、まずはあの生理の本を買って、これは小学生向けの生理の本を買って、どうして生理が起きるのかっていうのを理解して、で、それでもうあらゆるデートを想定するんですよ。生理の時にどういう場面が訪れた時に、訪れてどういう対応をしなければしないといけないのかみたいな。これ僕よく言うのは、絶対に生理痛の薬と頭痛薬は持っておいてほしいんですよね。あ、男性が、はい、そうですそうです。おー、だから結局生理の時に薬あるよとか言われると、あ、この人ちゃんと考えてくれてるんだってなるんですよ。女性はもう共感してほしいっていうのがあるじゃないですか。あるある。で、男性ってこれ僕本当にものすごくわかるんですけど、アドバイスしがちなんですよね。やっちゃいますよね。いや、わかりますよ。僕もだって、いや、俺がこれやったら正解やねんって思うんですよ、やっぱ。けど、女性それ求めてないんですよね。なので、その生理のこともちゃんと理解してるよっていう行動を示すために薬だったりとか、その悩みに対してちゃんと共感してるよっていうのを表す行動とか、そういうのをしていくと、多分これは年齢層変わらず、あ、ええ人やなみたいな感じで思われると思うんですよね。はい、確かにそうですね。次はですね、はい、ニキビが増えて男の方に見られるのが恥ずかしいということなんですけども、おー、まあ、ニキビ、ニキビ関係なんで、まあ一番これ化粧関係とか。あー、はい、なるほどね。化粧してる時とどっちが可愛いとか言われると、うん、拷問なんですよ。あー、これどうすればいいの。確かに。だってすっぴんを褒めたら、うん、いやでも頑張って作ってる私を否定されてるみたいな、努力を否定されてるみたいな感じじゃないですか。はいはい、じゃあ化粧を褒めたら、それはすっぴんのありのままの私を否定されてるみたいな感じで、すっ
なるほどね、はい、だから僕はこの顔の、まあ、落差とか言っちゃいけないんですけど、顔のこのギャップをうまく褒められる人モテると思うので。確かにね、うん、普段どうしてるんですか。僕はですね、僕がよく言うのは、例えば好きな方とか彼女だったりとかするじゃないですか、うん、もう本当にもうあなたのことが好きだから、うん、化粧の顔も見えて、ですっぴんの顔もあの俺にしか見せてくれないから、だからもう本当俺はラッキーだ、2倍楽しめるみたいな感じのことを言います、うん、あ、正解じゃないですか。あ、本当ですか。うん、でも自信を持ってなんか褒められる人、ナルシストに褒められる人って結局女性の方の自己肯定感上げてるんで、うん、はい、そうですね、確かにね、ま、そうですね、うん、もし私が女性を褒めるとしたら、はいはいはい、まずすっぴんに関して言うと、はい、めっちゃまあ可愛いって言いますよ、はいはいはい、すっぴんは本当に可愛い、とにかく可愛い、とにかく可愛いと、うん、でまあニキビがあっても、うん、ニキビあるぐらいでちょうどいいみたいな褒め方をするかなと。なるほど、もともとがすごくもう天使やから、はい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 、ニキビあるぐらいでプラマイちょうどええねん。あ、それめっちゃめっちゃ言いますよ僕そうやって、うん、その可愛い前提で、うん、それがあるから余計にそのまあちょうどいいというか、うんうん、さらに可愛さが引き立ってるよみたいな言い方をしたらいいかなと思います。で、化粧に関して言うと、化粧がうまいとか化粧してる姿も可愛いって言われるのも、まあ、もちろんその完成形としてすごく嬉しいんですけど、はいはいはい、どっちか言うとそのために努力をしているっていうその過程の部分を褒めるっていうのもポイントは高いかなって。ああ、なるほど、うん、なるほどなるほどなるほど。だって化粧品って高いでしょ、うん、で高いです、いろんなやつが出るじゃないですか、うんうんうん、だからそのためにめちゃくちゃ女の子って時間とお金を使ってるんですよ。だからその部分をそこを努力として評価するというか、なんかそのすごくこう努力しているところが、うん、なんていうか今の可愛さにつながってるよみたいな感じで過程を褒めるっていうのもいいのかなとは思いますね。なるほど、うん、いやめっちゃ勉強になるんだけど、なんか俺に関しても基本的に化粧に関しては言わん方がいいです。あ、向こうからどうって聞かれたらめちゃくちゃ可愛いとか最高やでって言ってあげた方がいいけど、うん、俺ちょっと今日の化粧濃すぎんなとか、俺ちょっと薄い方が好きやけどなみたいなのは基本的には言わん方がいい。なるほどなるほどなるほど、うん、化粧の濃さとその子の顔に対するコンプレックスっていうのはイコールなので。ちょっとね、なるほど。なのでもう化粧なんかね、女の子ってやっぱ顔にめっちゃコンプレックスあるんですよ、うん、やっぱそうですよね、うん、気にするんで。そう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 、はい、男性が思ってる以上にかなりデリケートな部分なので、顔に関することは基本褒め言葉以外言わん方がいいです。はあ、まあそうですよね、うん、まあなんか上から目線で謎に化粧のノリがどう抜こうのって言われてうるせえよお前ってなりますもんね本当にお前やってんのかやってんのかやってみろよファンで塗るやってなりますもんね。そうそうそうなるんで、やっぱ言っていいのはもう化粧してる男性だけですね。なるほど、ね、とりあえず慰めてほしいとかそういうのもあるんで。おお、共感するだけだとダメだと思うんですよ。あ、そうそうそう、はい、この人に相談したら、まあ、さっきも言ったんですけど自分の点数上げてくれる人、本当にいいと思ってることとかすごいと思ってることをちゃんと言葉にして伝えるっていうのが大事ですよね。自分がホテル行きますっていう選択肢を取った時にこの大衆がどう思うかっていうのを考えるっていうぐらい空想の人物を作り上げるほど周りを気にする。テタさんのチャンネルを見てらっしゃる女性と、はい、私のチャンネルを見てらっしゃる男性、はい、2人でデートしてもらって、はい、私ら2人が映像を見ながらごちゃごちゃ言いたい。めっちゃおもろいっすね、それ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね、あの恋愛系 YouTuber さんのゆうたさんに来ていただきました。ゆうたの日記チャンネルですよねタイトルちょっと面白いなと思ってたんですけど、まあ、その謎がね解けてよかったなと思います。で、あのゆうたさんの動画私ねすごい前から拝見してたんですよ。ですごくですねストレートに、まあ、ご自身が思ったことをおっしゃる方だなって思ってて、そこがねこうゆうたさんの魅力なんだなって思ってたので、まあ、今回ですねお会いしてもやっぱりあの正直な方だなって思いますね、うん、めっちゃ面白かったし、なんかねあの失礼なことを言ったらとかなんか最初に言ってくださったんですけど全然そんなことないし、もしかしたらね私の動画を見てくださってる視聴者さんからもしかしたらちょっとこう生意気だって言って嫌われちゃうかもっておっしゃってたんですけど、多分そんなことないかなって、どっちか言うと応援したいなって思うキャラかなって思います。
なんか若いっていうのは、あ、なんかええことなんやなってなんかしみじみ年寄りくさい思いましたね。なんかすごい素敵だったし、うん、面白かったですね。あ、特にね、そのゆうたさんが普段受けてらっしゃる相談ってちょっと私とはね、やっぱこう年齢差があるので、ちょっとこうジャンルが違うんですね。それはそれでね、すごく新鮮だったし、若い女性の悩みってなんかね、ゆうたさんがおっしゃってたんですけど、まあ、その根底の本当にこう核の部分だなって思うっておっしゃってて、確かにその通りだなと思いました。うん、ちょっとですね、哲学ぽいその年齢を重ねたからって言って答えが出る問題じゃなかったりするんですけど、でもそれにこ うまく、まあ、答えではないけれど、その悩んでる女性のヒントになれたらなっていう思いでされてて、すごくこう素敵だなと思いましたね。で、まあ、ぜひですね、また来ていただいて、まあ、若い女性からの相談を受けている方ならではのお話っていうのをね、今後も聞かせていただけたら。で、まあ、あの普段のね、私の YouTube チャンネル見てくださってる方にもですね、そういう、こう若い女性の悩みって結構参考になるというか、あの年齢を重ねてくるといろんなこう要素が絡まってきて、悩みってめっちゃ深くなるじゃないですか。でも、まあ、もちろん若い方の悩みが深くないとは言わないんだけど、でも、まあ、分かりやすい悩みかなって思うんですね。なのでちょっと参考になるかなと思うので、まあ、ゆうたさんご自身は普段女性に向けたあの動画っていうのをメインで配信されてるみたいなんですけど、まあ、ゆうたさんのですねコメント欄とかを見ると、若い女性がこういうこと悩むんだなっていう風に、うん、結構勉強になるので、なのでですね、もしよかったらゆうたさんのチャンネルを見ていただけたらと思います。で、ゆうたさんとの動画はですね、あのもしね、フルで見たいよっていう方はぜひメンバーシップの方ではですね、フルで流してますので、そちらの方も見ていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。